っと車検が終わりましたね。こんにちは、テルディチャンネルのテルです。やっと、車検が今日終わりました。今日朝持ってたんですよね。したらもう終わりました。2年って早いもんですね。あっという間ですよ。あんまり悪いところはね、あんまりなかったんですけどね。バッテリーがね、へばってたんでね、バッテリーを交換しなきゃダメですよっていうことでね、じゃあバッテリーを新品に変えました。それからね、ウインカーの黄色いランプがね、もう色が薄くなってるから、これ変えんと車検に通らんやろっていうことでね、前の2つだけ変えましたね。それからオイル漏れがちょっとホースからしてたんですね。オイルクーラーホースっていうのがちょっと漏れてたんですね。じゃあそれも変えな、車検に通らんってことだったんで、じゃあ変えてくださいということでホースの取り替えしました。だからオイル交換ですね。はい。それだけ変えて、だいたい5万7千ぐらいですね。5万7千円ぐらい。もう別に悪いとこなかったんやったらね、もっと安くしたんです。安くなったんでしょうけどね。4万ちょっとで済んだと思いますけどね。まあ5万以内で終わったと思うんですが、今回そういうね、バッテリー交換したりね、それから今言ったやつですね、クーラーホース取り替えとかですね、オイル交換とかいろいろランプとか交換したんで、5万7000円ぐらいになりましたけどね。このホースですね、このホース。これが漏れてたんですよね。それから、バッテリーがね、新しくなりました。湯浅のバッテリーだそうです。それからオイルですか。オイル交換。それから、何やったんけ。この、方向指示器の黄色いランプですね。これがもう、色が薄くなってたってことでね、直しました。はい、そういうわけでね、いろいろやっぱりもうこれ平成の10年に買ったんですよね。だからかれこれ21年ぐらいになるんですよね。まあ21年もなればね、やっぱりあちこち悪くなりますよ。はい。でもやっぱ悪くならなかった方だと思いますよ。今、8万6千キロぐらいしか乗ってません。まだ10万キロならないんですよ。だから、まあ大事に乗ってる方だと思います。はい。そういうわけでね、今日は、ジムニーの車検が無事に終わったということでね。また2年間ね、これから。はい。大事にまた乗っていきたいと思います。というわけで今日は車検のお話でございました。ではまたお会いしましょう。バイ。